めぐる S D S モンドにお越しいただきましてありがとうございます、えー、全国各地あのいろんなあのコロナ禍で窮屈な日が続いていると思いますがあのぜひリラックスして、えー、楽しんでご参加いただければと思いますえー、今日もあの進行を務めさせていただきます、えー、京都大学のあさりですどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、とそれではですねあのちょっと改めまして、えー、この問答の趣旨といいますか、えー、これまでの振り返りも含めて、えー、見ていただきたいと思います。 え今日私はあの京北の会場、コトスから、えー、中継させていただいておりますが、えー、皆様あの、ぜひ、Zoom、えっと、のウェビナーですけれども、あの積極的に開運いただけたらと思います。一応、質問者はですねすでに何人かスタンバイしていただいているんですけれどもあの、お気づきの点とか、お聞きになりたいことがありましたら、えー、Q&A の機能を使っていただくなりあの、チャットに打ち込んでいただくなり、お願いいたします。 えーとこの SDGs、えー、モンドですね、あのー、シリーズで、えー、特別にさせていただいてます、あのー、今日も、えー、環境省の土井さんにもお入りいただいてますけれども、えー、下のちょっと右下に書いてございます、えー、環境省の事業のまあ一環として、えー、我々が取り組んでいる取り組み内容のご紹介に加えて、えー、これを全国にも広げたいという趣旨で、えー、開催をしているものです、えー、次お願いいたします。 あのこれまでですねなんとクリスマスの、まあ、12月25日からスタートしております12月25日にはあの音楽家として有名な岡島さんそれから京都の人気ラジオ DJ の川原さんそして元京都の副市長でこのプロジェクトのメンバーでもあります藤田さんと一緒にスタートいたしました一緒に循環型社会についてどんなアクションが起こせるか楽しい問答をさせていただきました次お願いいたしますそして1月。 こちらはですね、大先輩に巡りお悩み相談ということで、あの、本当に、あの、まあえー、昭和といいますか、1970年の公害問題から、えー、ずっと環境問題を見つけ、見つめられて、そしてアクションもしてこられた二人の大先生をお呼びしての問答でした。えー、環境省の事業にもかかわらず、えー、環境省の悪口満載の <laughs>、あの、大変刺激的な回、えー、だったかなと思っております。 次お願いいたします。まあ、そしてえ迎えた本日ですねえー。めぐるの先端え、その先を求めてということで、えー、展開をして参りたいと思います。はい、お願いいたします。はい、まあ、ここ京都えー、京北地域からこのめぐること始めをしていこうというえー、プロジェクトの一環でございます。次お願いいたします。 まずですね、あの我々が今おります慶北ってどこということで、えー、こちらあの京都の京都府の地図が出ておりますけれども、皆様大体えっ、ー、と京都市にはお越しになったことがあるのかなと思います。そこのですね、あの本当に北の方ですね、あのこちらの地域になります。 えっと、右の方にあに京都市の中の地図がございますがえこの中ではえ右京区の、ま、北の方に位置する場所になっておりますただあの大阪市と同じぐらいの面積があるかなりあの広大なエリア、えー、森林が96%ぐらいでしょうかあの本当に森の中にある大変美しい場所でございます、えー、京都の市街地からは車で約1時間ですのであのぜひぜひあの足を運びいただけたらなと思います お願いいたします。まあ、そこで、えー、この、えー、市街地とまあ、京北里山とをえつ、ー、ないで、あの循環型の社会を作っていこうというプロジェクトが、えー、今年度から、えー、環境省さんの、えー、補助も得て、えー、スタートしております。左の方がえー、京北の、えー、循環、そして右の方が市街地というのがございまして。この後、京北のあの中継の中で。 えー、ここのですね、左上にございますバイオガスプラントというのがあのミニミニプラントができましたのであの中継で紹介させていただきますが、えー、生ごみ、有機資源をまあしっかり分けてですね、今燃やしているものもしっかり分けて、えー、バイオガス、液費なんかにして使っていこうとでそこでできた農作物を、えー、環境プレミアムをつけまして、えー、市街地に、えー、売り込んでいこうでそして、まあ、エネルギー、人、物 まあお金の循環を作っていく、えー、そんな事業をスタートさせていただいております。次お願いいたします。はい、であの今日の中継の地、そしてミニミニガス化プラントがございますのは、えー、京都、えー、里山 SDGs ラボコトスというところです。実はこれあの綺麗な校舎が見えておりますが、あのー、まあ廃校になった小学校なんですね。ここにこの拠点をオープンして、えー、その中の えー、一つの機能として今循環型の施設もオープンしようとしておりますということでその出来立ての施設に今あの中継でつな、えー、げる準備ができているかと思いますのでちょっと呼んでみたいと思います、えー、と上田さん今、えー、行けそうでしょうか今年の、えー、ミニミニバイオガス化プラント出来立てホヤホヤの様子ご紹介ください木、はい、の環境の上田ですよろしくお願いします こちらトスの1階です。こちらにあの手作りのバイオガスプラントを作りました。えっとですね、あ、今日はみかんの皮を用意してますので、これを処理するところを見ていただきます。<laughs> まずですね、階段を上っていただいて、こちらが豆乳口になります。全ててて、中古であの揃えてまして 流しのところにディスポーザーをつけておりますディスポーザーの中にみかんを入れましてスイッチオン減退されますで細かくなっておりますこれまあ水と流して発酵素の中へ入れていくという仕組みです はい発酵槽はこの四角い箱です中にメタン菌がいる黒い液体が入っていますこの中に先ほどの生ゴミが入っていきますでメタン菌は暖かいとよく分解してくれますのでこの寒い京北でよく発酵してもらうように この温水槽というところを用意しています。中にお湯が入ってまして、今は投げ込みヒーターで温めていますが、もっと寒い日はこの薪ボイラーで温めるようにしています。ここで作ったお湯が発酵槽の周りをぐるぐると回って発酵槽を温めています、えー。発酵が終わった液体はここから出てきます。これはあの植物が吸収できしやすい養分があの分解されてたくさん入ってますので、肥料として使えます。 肥料はですねこのような真っ黒な色です。はい、で、えっと、もう1つ出るものがありまして、ガスです、バイオガスと呼んでます、えー、6割メタンガスが入ってますので、よく燃えます。それをこのタイヤのチューブを使ったバイオガスバッグに入れて、えー、よくたまれば、このコンロで火をつけてお湯を沸かしたいと思っています中継は以上です。 はい、えっと上田さんありがとうございます。後でまた質問にも来ていただきますんで、気をつけて移動してください。はい、ありがとうございます、えー。はい、ありがとうございます。まあ,あのそんなえコトスでの。 えー、循環いよいよ始まるという感じで実は今、えー、モニターさんも募集しておりましてだいたい100世帯ぐらいの方々にあの分別をしていただいて、まあ、こっちに持ってきていただくも良のもよし自家処理していただけるようにもしようと思って今日もちょうどキエロを作るワークショップなんかもさせていただいております、まあ、いろんな選択肢があの出てきたらいいなということでやっておりますのでまたここは質問でも多分入ってくると思いますあのよろしくお願いいたします。 はいえっとそれではですねあの今日、えー、改めましてちょっと今日のゲスト、えー、お二方をご紹介させていただきたいと思いますえコ、ー、ト会場の方にはえ酒、ー、井シ一先生にお越しいただいております酒井先生よろしくお願いいたします、はい、えっともう一あお願いいたします、はい、じゃあ一言はじめまして酒、えー、井と申します昨年の三月まであの京大の方で、えー、研究しておりまして環境工学 まああのゴミと循環の研究中心にやっておりました。それで兄弟、えー、卒業をしましたんで、あのー、現在は京都行動技術研究所というところを中心に、えーえー、研究を続けているというところです。あのー、今日後からご紹介のある環境、えー、省の動議さんとお、えー、プラスチックの循環政策ですね。このあたりの。 えー、検討をやらせていただいて、で、えー、現在の一番の関心のテーマは循環経済固定表という、うん、まああの今後何をどう作り上げていくかということの頭をひねっているところです。はい、今日のはいあのえ鈴住文とぜひ、えー、お手柔らかにお願いいたします。<laughs> はい。はい、<laughs> ありがとうございます。循環経済固定表 ということであのまたそのあたりの内容の話もちょっと今日踏み込めでいけるのかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。えっとでは続きましてもう一人土井さんにもお越しいただいたておりますオンラインですけれどもあのこっちすごく今日お天気いいんですがえっと土井さん東京の方はお天気いかがでしょうか。<laughs> はいあの環境省の土井と申します。東京から参加させていただいてます。東京も今日から暖かくなってきてついにまあ春になったかなと思っております。えー 先ほど堺井先生からもありましたが、一番新しい法律、仕組みとしてプラスティック資源循環法というのは、次の4月から動き出しますので、えー、目に見えていろいろ変わっていくと思いますので、えー、期待しているのと、今日はいろんなご質問いただけると伺っておりますので、えー、反応力高く対応していきたいと思います。よろししくお願いいたします。<laughs> はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。えー、っと、ではですね、もう早速ですけれども、あの質問たくさんお寄せいただきましたが、あの、ちょっと、あの、何人かに絞らせていただきました。あの、一人ずつお呼びしていきたいと思います。えー、っと、まず、えー、最初は、えー、高校生からの質問です。えー、っと、ちょっと質問の方も出させていただきますし、えー、っと、うーさん、お話しいただけそうでしょうか えっと、ミュート外して、はい、カメラもオンにしていただければと思います。えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、質問、あの、スライド、えー、見ていただきながら、ちょっと、まずは、えー。質問のご紹介をお願いいたします。<laughs> はい。あ、うさん、<あ>大丈夫ですか、<あ>お願いします。 えっと、海のゴミに関する質問をさせていただきます。えっと、マイクロプラスチックの発,発生を抑制するために、世界中の企業が使い捨て商品を削減したり、レジ袋を有料化したり、マイクロプラスチックの回収に努めたりしていると思いますが、えっと、マイクロプラスチックの回収において、回収されたマイクロプラスチックはその後どうなりますか えっと、埋め立てられるのでしょうかそれともそれらを再利用する方法があるのでしょうかはいありがとうございますちなみにあのウースさんがこれに関心を持ったきっかけとかっていうのはどういうものなんですかあえっと私あのあの人口の島に住んでいてあの海に囲まれているので<お>結構海の問題には 興味関心を持ってるので、うん、それでその質問をしました。なるほど。ありがとうございます。今、なんと神戸高校のあれですよね、実は酒井先生は大先輩ですよ。はい <laughs>、はい、お聞きしました <laughs> ということであの後輩に向けての <laughs> 優しめの回答 <laughs>。はい、グ、うん、さん、はじめまして。 神戸高校は何十年前でしょうか、はい、私もゴミ問題に関心を持ったのはまさに高校時代で,で、まあ、あの十分に、えー、研究もできていないということを小耳に挟んで、えー、この研究を始めたというそういうのを育んだ場所が神戸高校でした懐かしく思い出します。はい、あのそれさは、OK、あのご質問ですが あの回収したマイクロプラスチックどうするのかということですけれどもあのこれを再利用する方法というのはプラスチックに関してはあの現在ありますそれでそれからマテリアルリサイクル再度マテリアルを作ると。 いうこういう、えー、再利用の方法というのはあ,ありますので、えー、そちらの方で、えー、こうで、あのー、作っていくということは,これは基本的にはできると思います。ただあの回収されたマイクロプラスチック自体があ今それほど多く量があるわけではありませんので、えー、そういうビジネス的な事業が今なされているかというとそういう状態にはないと思います。 であのその前に埋め立てられるのでしょうかというふうにあのこう、えー、質問ありますけれどもあの、この埋め立てという方法というのは、このマイクロプラスチックあの、ぜひ何とかして避けないといけないと思います。せっかく、えー、環境に出たマイクロプラスチック、回収したものを再度埋め立て、これはあの永久に残りますので、またマイクロプラスチックになる可能性があるという意味では、この埋め立てということは絶対回避しなければならない。 ととといいうところだと思いますであのそういう意味では、まあ、3R といいますけれども、リデュース、リユース、リサイクル、ここのリサイクルの部分をマイクロプラスチックに対しては基本的に考えていきながら、あと 3R プラスにリカバリーという、リカバリ、えー、まあリバリの一つは今のまさにマイクロプラスチックを回収するということになるんですけれども、もう一つあの、熱を回収するという、そういうリカバリーの方法もあります。 まあ一旦環境に出たもの、これを再度、客境に戻さないためには、そういうリカバリー、熱回収ということで、一旦社会が縁を切るということも大事かなというふうに思います。だから、ああ必ずこの一つの答えというものではないと思いますので、このあたり、そういう意味では事前の会を求めていくということになるんじゃないかと思いいいまます若干固い答えになりりしししたけれどもこの辺ででよろしいでしょううかねあがとうございます。 あの土井さん環境省の方でも本当にあの幅広くプラスチック対策されてると思いますけれども、ね、特にこういう海ごみとかあのマイクロプラスチックに関するあのセンターのお話、えー、もしあればお願いしたいと思います、はいえー、まずあのマイクロプラスチックこう海にあるものについてその発生源としては大きく分けると2つあると思ってるんですけど1つはあもともとマイクロプラスチック 細かいプラスチックとしてこう出ていくものとあとはその大きな製品であるとかレジ袋などこういったものが自然界に流れ出てでそれがこうバラバラになってですねで結果的にマイクロプラスチックになるというこの2つがあると思うんです。でえー、と前段部分での、あのー もともとマイクロプラスチックとしてこう排出されているものとなれば、まあ、例えばですけども、あのー、衣服ですね、えー、衣服の、えー、大体半分ぐらい原材料の半分ぐらいが化学繊維なので、えー、これはまああの突き詰めて考えるとこうプラスチックなのでこれが選択されたりして、えー まあ、あの埃といいましょうかあの、クズになって出てくっているものもプラスあのマイクロプラスチックに当たりますので、そうすると、これをどうやって止めるかという話でいけば、洗濯機に、えー、きちんとしたあフィルターをつけて、えー、こまめに取り除くというのが大きな対応にもなります。でまたあ他のもののももでいけばあ化粧品の中にも入ってる 原材料として入っているっていうことなのでそれをおープラスチックじゃない素材に変えていくっていうのも重要で、えー、<laughs> 対策が進んだのはあのスクラブ洗,、えー、洗顔剤ですか、えー、こ,この中にもあの,あの粒々っていうのはもともとプラスチックだったんですけども違う素材に切り替えようっていうことでメーカーも取り組みをして。 まあほぼ切り替わったんだと思いますがあその他いろんな化粧品にも入ってますのでその研究が進んでいるというのが、えー、こう原因、えー、対応ということになると思います。あとプラスチックそのものがこう、えー、海などに入っていってでバラバラになるという話でいけばあプラスチックの消費量あとは廃棄量これを減らしていくというのも大きな対応になりますので。えー 先ほどお話し,したプラスチックの資源循環法でメーカーが作るときにですね、なるべくプラスチックを使わないような工夫をしていただくということから始まり、回収してリサイクルするという取り組み、これを前に進めることで、最終的には海に流れ出るマイクロプラスチックが少なくなるということだと思います以上です。はい、ありがとうございます。 あの特に、まあ、ドイ井さんの方からはその、そもそもやっぱりマイクロプラスチックになってしまう前に、あのそれをどう防ぐかっていうお話、それから酒井先生の方からは、えー、プラスチックの、まあ、回収したものを含めた、えー、対応の,あの技術的なことも含めて、あのちなみにーさんはそのリニューアブルとかリカバリーっていうのは聞いたことありますが、そんなに。 詳しくはない。なかったですか。はい、あの、ぜひぜひ。あのね、スリアールはだいぶ浸透してきたかなと思いますけれども。あの、今後、こういう資源の循環を考える中での、あの、キーワードとして。ええー、今日、先生からいただいた言葉の一つかなと思うので。あの、また、あの、調べてみていただけたらなと思います。はい。あの、酒井先生もかなり、このプラ新報については、もう、あの、こう。 構想の段階から最後の詰めまであのずっとあの伴走されてきたというふうに伺っておりますけれども、えっと、もしあの聞いている、まあ、我々視聴者とか含めてぜひここはあのポイントだというようなところがあったらあのご紹介いただけないでしょうかはいあの今朝日先生が言っていただいた 3R プラス今のリニューアブルあるいはリカバリーといったところ あのこういう原則をしっかりとあのまず位置づけることというのを議論の初めの段階で相当やらせていただきましたであのこの 3R 自体はあの2000年の循環基本法でしっかりと、えー、日本の基本的考え方に、まあ、なったわけですけれども。うん 3R 原則で、えー、このプラスチック問題を立ち向かえるかということを考えたときにやはりどうもやっぱりちょっと不足をするという点があの今の主に、えー、このリ,カあのリニューアブルいわゆる再生可能性、えー、おそらくこれはあの今後の脱炭素を考えていく上でもあの極めて重要なあの、えー、キーポイントになってくるところだと。 それの,、まあ、あの一番あのどういうんですかね、今、社会のとの設定の中で、えー、大きな問題であるプラスチックとの関係で、えー、ものを考える上で、えー、ニューを振るという再生可能性というところをしっかりと、えー、考え始めるという、そういう、まあ、あのところが一つのポイントだったと思います。もう一一つつはの,つの解決法で あの答えがすぐ出るという問題ではないわけですねですから今回土井さんの方で作っていただいたあの制度の中にもあそもそもものの作り方をどうしますかというところの,あのこう制度を導入することあるいは回収のチャンネルこれまでまあ要求放送リサイクル法というのがありましたから主にまあ市町村ルートで回収できてたわけですけれども。 このルートをやはり複数チャンネルにしていくためにはどうしたらいいかというようなことそれからあとまあ量的に見ればやはりあのー 産業廃棄物的に発生するものもやっぱり相当ありますので、うん、そういったところをどうするか、まあ、いわゆる、まあ、総合的に本当にちょっと取り組むためにはどうしていただいたらいいかということ、まあ、主にこの2つ原則とそれから総合性ですね、うん、そこはあの相当強く意識したというのがこれまでの,、うん、あの経緯です、はい、ありがとうございますなかなかね、うんうん、ウーさんとかその高校生とかが新しい法律がこうどういうふうに作られていくかって多分知らないと思うんで。 あの私もちょっと新鮮な思いで聞かせてもらいましたが、あのこういうふうにね、あの研究者とあのそれからえっと行政の方々、いろんな人たちが議論を重ねてやってるっていうなんかその事実も今日ちょっと垣間見ていただけたんじゃないかなと思います。ぜひあのウサもあの偉大なる先輩方の背中を追っかけて、いろいろ興味をあの持ってですね勉強してドライアルしてもらいたいなと思います。なんかウサさんちなみにプラスチックに関して。 あのやっていることとか私はなんか最近レジ袋を有料化してるお店が多くてそのエコバッグを持ち歩いてる人が多いと思うんですけどあのそのエコバッグもその結局はプラスチックでそのできてるところもあるからその私は自分で布で マイバッグを作って利用してます利用してるんですけどっさっきあの服とかにもやっぱり化学繊維とか使われてるのを聞いてあのやっぱりそれもちょっとあ,のある程度はプラスチックも使われてるんかなって自分のバッグもだからそれ結構難しい問題だなって思います。 ね、そうですね <laughs> 先生何かありますか <laughs>、はい、これはもう朝井先生もよく言われてるファッションとか繊維の,、はい、あの素材問題あるいはそれのリサイクル問題あのー、ここはあの土井さんの方も、うん、あの相当今力入れ始められてるところかと思いますから紹介していますそうですねはい、まあ、あの土井さんはね <laughs> そもそもがあのね あのクールビズとか、はい、<laughs> ファッション関係にも強いあの、ね、小池、えー、今の、ね、都知事の小池さんが大臣され、環境大臣された頃に、えー、一緒になってあの、そういうことも広めてこられたということで、また新たなファッションに課題がかかあの捧げられているわけですけれどど,どううでですすかね、土井さんそう,です、ね、あのえこうヨーロッパ中心にかなりこうエコファッションというか、サステイナブルファッションというのが着目されていて、でただ、その えっと、どういうものがそ,うそれに与えるのかっていうのはなかなかまだ定義されてない議論されてる最中だと思うんですね。であの一つは自分がが購入するものが あー長く使えるのかな自分として長く使いたいものなのかっていうことをよくよく考えて買うっていうところがまず入り口だと思うので、えー、そういったところからこう素材が何でできてるかとか逆にどこででできてるあどこで作られてるかとかあいうのにこうだんだん あ興味を広げてもらえるようになっていくとお議論が深まっていくかなというふうに思ってます。であとはその、えっと、自分もそうですけど今回のコロナの話で、えー、在宅勤務が増えていくとだんだんこう、えっと、役所にっていうか。 働きに行く服がそもそもいらなくなってくるとかあのお出かけしないとおこう服もあんまり買わなくなってくるとなるとそのこれまであんなに買ってたのは何だったんだろうっていうのをこう見つめ直す機会にもなるので、まあ、あのこれから、えー、こうファッションといいましょうか衣類関係もあの議論がかなり深まっていくるんだというふうに思ってます。 はい、ありがとうございます。あのね、ウーさんもそうですしあの聞いていただいている方若い方もたくさんおられると思いますが本当にあの逆に皆さん自身が新しいファッションとか在り方とか価値観とか作っていけるあの権利というかあのパワーもあると思うので、えー、ぜひあのいろんな今までとはちょっと違う視点からも見ていただけたら嬉しいなと思います。 あのうさん引き続き続お願いします。あとあの、まあ、プラスチックに関しましては、えー、3月11日にも、えー、SDGs 問答っというので特別編であのプラスチックに関する議論をしますしそれに先立って、えー、中高生にも分かる、えー、プラ新法の解説というのをあの土井さんの、まあ、下の、えー、で頑張っておられる 担当の方がですねご説明してくださいますのでそちらも是非見ていただけたらなと思いますそれからファッションに関しては最近は、まあ、アップサイクルということであの単にしてるんじゃなくてさらに価値が高いものにグレードアップするような取り組みなんかもあるので注目かなと思ってますあのコトスではアップサイクルコレクションということでいろんなあの展示もしておりますので 先ほどの海洋プラでいきますとあの山口県さんが得られた取り組みなんですけれどもその海洋プラごみから作った買い物かごなんかもあってそういうものもあの展示しておりますのであのぜひ見に来ていただけたらと思います。じゃあ,あのまずはウさんありがとうございました。またこれからもあの活躍楽しみにしております。ありがとうございました。はい えっと、ではですね、次ももう一人オンラインでのご質問、こちらも、まあ、プラスチックも含めた、えー、質問となっておりますので、あの先にい、えー、きたいかなと思います。えっと、では次は、えー、千葉県からですね、えー、松戸市の、えー、佐藤さんです。えー、佐藤さんでは、えー、ご質問、まあ、できれば背景も含めて、えー、ご紹介をお願いいたします。はい。<laughs> こんにちは。えーと 千葉県松戸市の佐藤ですす聞こえてまふすだん、はい、あの普段私は町の,のゴミを、えー、とゴミ拾いをしているんですけれども、えー、とそういったことで環境問題に興味があってご質問させていただきます、えーと。プラスチックのリサイクルで、えー、ペットボトルですねあのボトルが PE キャップが PP ラベルが PS と分かれて表示されているものがありますけれども なぜ分かれた表示がされているのですか分別されると表示が印刷されているだけでしか成分、成分というかその違いが分からなくなってしまうということはないんですかというのが1つ目の質問です。で、えー、ともう1つが一般家庭と事業系のゴミの分別方法が、えーまあ、どこの自治体も同じようにこう違うと思うんですね、分別の方法が。で、それが回収後も、えー、と処分場が 事、えー、業系と一般家庭のものと分かれているんでしょうかと、もし同じならなぜ、えー、分ける必要があるのかっていうところが疑問に感じました。はい。はい、ありがとうございます。あのちょっと二つともあの若干違う質問ではあるんですけれども、あの結構よくこういう質問をいただくこともありますので、<ー>えっとちょっと今日はあの。 すごい専門家の方々からの解説が <laughs> 大変贅沢な事業になりますがあの皆さんの質問多分同じような疑問もあるということでお答えいただけたらと思っておりますじゃあ、えー、今年も酒井先生からでもいいですかはい、はいはい、じゃあ前半の方ですけれどもあのこの素材ごとに表示をするというところまああのここまで、えーえー、現在到達していること自体ある意味結構なことだというふうには思ってるんですけれども 基本的に機能性第一で素材がこれまで多様化してきた、でそれをほったらかしておいたら、結局どういう素材か分からないから、しっかりと表示はしましょうということで、到達しているのが今の現時点だと思います。ですから、やはりボトルとキャップとラベルとそれぞれの機能を求めて、こういう素材が使われてきたと。 まあこういうううういいい経緯ににあるんだろうというふうに思いますでそういった意味ではこの表示はまあ今後も含めてでしょうがやはり最低限のルール、まあ、ものづくりのたしなみというようなことにやはりあの考えていかざるをえないと思いますしあるいは今後循環を基本にするんであれば循環を基本とした表示あるいはそのそもそもの素材の使い方といったようなところ、はい ここを考えるその時代にだんだんだ入っていいくんではないかと思いますだからそういう意味では素材が分からないものが世の中に存在するということ自身は、えー、もう極力避けていきましょうというか、まあ、ないようにしましょうというのが今後の原則かなというふうに思っています。はい であの後半ですけれどもあの事業系と家庭とこのゴミの分別が違うこれはあのそもそもやはりゴミの,の処理の,あの、えー、責任をどこがあの背負うべきかということで、えー、分かれてきた分類ということになるでしょうから回収後の処分場 えーまあ、ある意味、えー、分かれてるケースが多いと思いますけれどもたまにはあの一緒になってるところもあるかというふうに思いますここはあのどちらかというとも制度政策の話ですからぜひあの土井さんの方からあの詳しく説明いただければとと思います、はい、はいまますすはありがとうございます、えー、と土井さんからもあの両方でも結構ですしあの後半に力入れても結構ですのであのご説明といいますかちょっと解説をお願いしたいと思います。 はい、いあ,ありがとうございますあの。まず表示のことですが今酒井先生おっしゃった通り、えー、作るもののたしなみとして何からできているかっていうのをきちんと明記するっていうのはあのー、例えば食べ物とか薬とかでも当然そういうふうにしてますけどそれと同じように、えー、廃棄物リサイクルするっていう面から言ってもこれは当然のごとくやっていって。 もらうううっっててていいい世界になってきてるということだとこだ思いますで、えー、ご質問あったあのペットボトルに関して申し上げるとあの大きく分けると2つのマークがついてると思うんですが1つはそのペットボトルボトル自体のものは今あの三角形のものに「P」って書いてあるもの,あのとあとラベルキャップについては四角形で「プラって書いてあるものこの2種類があってでその下にこう 材質ががいている場合がありますでこれはあのー、完全にですねあの容器包装リサイクル法っていう法律を作った時に、えー、とペットボトルっていう区分とおその他のプラスティック容器包装っていう2つの区分を作ってそれぞれリサイクルルートを作りましょうっていうことにしたものですからあどっちのールートにな、えー、入れればいいかっていうのをかん、えー、識別しやすいようにというので三角形と。 四角のマークがついているということになっています。ですので、まああのこのマーク自体の目的としては、容器放送リサイクル法のルートが分かりやすくするということに特化したものだということです。で、後半の事業系と家庭系のこう、えー、と区分と言いましょうか、や、はあの先生がおっしゃる通りで責任が誰にあるかということなんですが、基本的にはですね、えー、と事業 仕事周りで出てきた廃棄物についてはその仕事をやっている人事業者に責任があるとで一方で家庭から出るようなものについては市町村が処理を責任を持ちますというのが廃棄物処理法の原則になっていますただその中で市町村が扱っているゴミと一緒に事業のから出てきたものも処理できるというものについては 合わせて処理することができまますすよっていう規定があります例えば小さなラーメン屋さんから出てくる生ごみであるとか小さなオフィスから出てくる紙ごみこういったものは市町村の処理と合わせてやることもできますんで多くの市町村は事業系の一般廃棄物って呼んでますがそれを を合わせて処理をしているっていうのが現状です。ただ、当然かかる経費については事業系のものについて、えー、まあ別途処理料金を徴収しているという流れになっているので、出し方であるとか、そういったものは家庭のゴミとあの分けている場合がよくあるということです。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございます。ちなみに佐藤さんこのあのなんか。 容器放送リサイクル法とか法律は結構なんか聞いたことあられたりしましたかあの興味があって本とかわかってはいるんですけど <laughs>、はい、まだそこまで詳しく勉強はできてないんですけれどもやはりあの、えっと、処,処分する方としてはあんまり複雑だと <laughs> あの本当にモチベーションが下がるというかせっかくあの循環させようとしてもそれが。 あの複雑だと手が出ないっていうか、うん、あのモチベーションが上がらないっていうところがあるんで、うんうん、できるだけあの受ける側の方というかその仕組み自体があの簡単にあのできるようにした方がうが、ん、広がるんじゃないかなとは思うんですけどね。ありがとうございます今、ね、松戸市の方でこう あの皆様仲間作って取り組みされていこうとあのされているというお話もお伺いしておりますけれどもちなみに今ど,どんなことをされ始めようとしているんですかそうですねあの手っ取り早いというのがやっぱり生ゴミの、えー、とコンポストをですね、うん、あの堆肥化させようというところを、えっとまあ、周りの人たちですけれども、うん、あの農家さんとかと組んであの 出来上がっったたの方は使ていただくですとかあの私の知り合いの方で学校の先生がいるんですけどそこの学校の方で、えー、やはり花壇とかそういったところで、えー、今までは土を買ってたっていうことなのでそれを差し上げたらすごく喜ばれたっていうところもありますんでそういった形であの、まあ、せっかく作ったものをこう、えー、といろんなところにあの循環させてるというか使っていただいてそことのコミュニケーションを もっといろいろ取ってでゴミっていう問題をいろんなところにあの違う問題と絡めてあの解決していければいいかなっていうふうに考えています、うん。ありがとうございますねあの合わせてプラスチックの問題もということで。 あのごみ拾いであったり勉強会もされてるということですが、あのぜひ4月1日あの施行されますえプラスチック新法についてもあの、まだまだ皆さんのお声も反映しながら多分成長していく法律だと思いますのであの、まずは一緒に勉強していけたらなと思っています。あのなんかキーワードは、ね、選んで、減らして、リサイクルということで、うん、あの本当に事業者の方と消費者の方消費者我々がやるべき あの接点が、今のキーワードにも、凝縮されたような法律に、なっていると、私は勉強してますんで、一緒に。勉強して、あの、ね、京都松戸、あの、超えて、活動できたらなと思いますので、今後とも、よろしくお願い致いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。えー、っと、まあ、ね、さあの、後半の、あの、家庭ごみ、事業系ごみというところ。 まあ本当にこのあと、多分質問の中でも今後のこの自治体のごみ処理のあり方ってどうなっていくんでしょうみたいなあの質問もあ,のあったりしますのでえまたあの深めていけるポイントかなと思います。ではですね、一旦まあここでえっとオンラインからの質問というのはえっと以上となりますのでえ次はあの先ほどえ中継してくれましたえ上田さんからの質問ですね。それと、まあ 先ほど、えっと、今年のミニミニプランと紹介してもらいましたけれども、あの、そこのちょっと概要の紹介も含めて、えー、させていただこうと思います。また、あの、チャットででも、えっと、いろいろ入れていただきまして、ありがとうございます。あのー、この後あ、そうですね、関連するものあるんじゃないかな、えー、プラスチックの種類、えー、最近では QR コードで えー、フォローできるあの方法もあるんですよっていうようなインプットもございました、えーとまあ D、いわゆる DX 活用してあの少し分かりやすく、えー、していける部分あるんじゃないかなというところかと思います、はいえー、とではですねあの次上田さんからの質問、まあ、それに先立って、えー、先ほどの取り組み自体も紹介してもらおうと思いますので、えー、とスライドの方よろしくお願いいたしますはい あの、先ほど中継しました。バイオガスプラントのあの仕組みについて簡単に紹介させていただきます、えー。バイオガスプラントはメタン菌のいる液体を温めているタンク状の装置です。この中に生ゴミを投入すると20日程度で分解します。生ゴミが分解されるとバイオガスと無機物に分かれます。はい、生ゴミっていうのは有機物ですが、菌が細かく分解してくれて。 えーえー、例えば窒素とか、えー、リンとかカリウムとか、あのー、作物に肥料として与えるものと同じように、あのー、作物の養分として吸収できる、あのー、肥料成分に分解されていますので、えー、分解後の消化液と呼んでいますがこの液体は肥料として土にまいて使うことができます。それから、えー、ガスも発生します。 このバイオガスは6割がメタンガスという火がつくガスです。可燃性のガスです。ですので、ガスコンロのように火をつけてエネルギーとして使うこともできますし、発電機を通して再生可能エネルギーとしての電力を作る装置にもなります。次、お願いします。はい、これが先ほど見ていただいたバイオガスプラントです。 投入口と、えー、その下に四角い箱がありますがこれが発酵層になっています、えー、メタン菌はあの体の胃の中にもあの胃や腸の中にもいますが、えー、30度台の方があの暖かくて、えー、とよく活発に生ごみを分解してくれますので、えー、この冬の警北でしっかり働いてもらうように薪ボイラーとか温水槽というのをもう用意しております次お願いします はいえー、と今回あの、なるべく中古品であの組,み合わせる組み立てるということをあのこだわりました。えー、それからです、ね、あのディスポーザーというものを投入口に用意してまして投入、えー、した生ごみを細かく、えー、粉砕して、えー、発酵がしやすくなるようにしています。次お願いいしますはい であの今日もこの説明会をしているんですが、京北地域に住んでおられる方、えー、家庭100世帯を対象に、えー、生ごみを14日間分別してみてくださいという、えー、プロジェクトをやっています。でその分別した生ごみを先ほどのバイオガスプラントに持ってきていただいてもいいですし、お庭があれば、キエロとかコンポストで処理していただいてもかまいません。 えバケツとはりをお配りしているので14日間生ごみと燃やすごみを測っていただいて普段これぐらい生ごみをえ燃やすごみの中に入れているんだなといったことを実感していただいたりあとはですねあのまあ生ごみというのは水分が多いごみですのでまあわざわざこれぐらい燃やしているんだなとかあとはその分別するということが。 難しいことか、簡単なことかといったことを確認していただければなと思っております。次、お願いします。はいあの。モニターに取り組んでいただくことは、生ごみを分別することと、分けて重さを記録していただくこと。で、まあ、ごみ処理方法は、ちょっとこのコトスのところまで持ってきていただくか、ご自宅であのどんな方法でも選べるようにしております。次、お願いします。はい。 で私の質問に入ってもよろしいでしょうか。はいえー、この生ごみさえ分別回収すれば社会全体でいろんないいことが増えるので全国で広めていきたいと思っています。今でもいくつかの自治体が実施していますが2030年にはもっと増えていく方向に国や自治体は向かうことができるでしょうかといったことを伺いたいと思います。はい、私ががここであのいいこでいととあると と、えー、いうのは、えー、こ下の方に書いておりますがまず燃やすごみの量が3割から4割生ゴミが占めてますのでこれが減りますそれから水分の多い燃やしにくい生ゴミが減ると残りのゴミはティッシュや紙おむつがメインになり燃やしやすくなってこれまでの焼却処理施設ではなく発電所のようなエネルギー供給施設にシフトできるんじゃないかと思います それから、生ごみを有機肥料の原料として利用し、試験循環がよりあの大きくなっていくと思っています。是非教えてください。はい、はということで、あのちょっと事業の,あの紹介もさせていただきました、えっと。先ほどの佐藤さんの方からもあの、もっと大きなプラントだと思い込んでましたけど。 あのかわいいですね <laughs> っていうことで,で、まあ、逆にいずれはどれぐらいの規模にする予定ですかっていう質問もいただいております。これ多分あのいろんなあのオプションそれから、まあ、今後自治体のこういう地域のごみどうしていくかっていうところにもちょっと関わってくるのかなと思っておりますので、まあ、その辺もちょっと念頭に置きながらはいこれ何ラウンドか回すことになるかもしれないですけれども <laughs> 坂井先生からの方がいいですかね土井さんどっちがいいでしょうかね。先生から ょすいません、まずは土井さんからあの今の投げかけ、いかがでしょうか。<あ><あ>聞こええますすすかか大丈夫です大丈夫ですか、えっとですねあの えー、ご質問の中にも書いてあった通り非常にあの効果が大きい分野だと私は思ってますであの書いてありました通り燃やすごみの中の大体3割から4割ぐらいが中介生ごみですのでこれが減ればあ処理施設の負荷も下がりますしそこに運ぶごみ収集車の お手配またそ,そこで、えー、使う燃料おもお少なくて済むので、えー、非常に大きいとは思います。であのどただ、えー、と現状でいくとですねなかなかあこう自治体が導入している事例が少なくてですね、えー、足元でいくとお生ごみをメタン化している施設っていうのは大体全国に9カ所お市町村が設置しているものがあると。 いうことであとは堆肥にするっていうのが、えー、と90箇所ぐらいということなのでまだまだあの少数派の部類に入ります。で今後どういう方向に行くのかということなんですけど、あのー、2050年、えー、カーボンニュートラルという話に日本も目標を立てましたんで、えー、このゴミの分野でも 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスをゼロにしていくということが重要でそういった面でいけば特にです、ね、中小規模の市町村で今ゴミを燃やしている施設というのは1日の稼働が例えば8時間だったり16時間だったりということで連続して運転できる施設ではないんですね。でそういったところのほとんどは出てきた熱を発電に回したり と、えー、いうことはできない、えー、施設なもんですからであればそれをそういった市町村であればこそですねあのこういったメタン化をしたり堆肥、えー、化する施設に切り替えていくっていうのが非常に重要だと思ってますんで、えー、今まさに。えー 環境省の審議会でもそういった議論をしている最中ですので、どんどんこの生ゴミ有機性のものをメタン化なり代替化していくというのが重要だと思っています。ただあの一つ、えー、まあ難しいと言いましょうか、あのこれをクリアしていかないとなかなか導入が進まないなっていうのは先ほどご紹介いただきましたけれども、あの出てきた肥料ですね、液肥これを定常的に えー、受け入れてもらえるようなあ仕組み農家さんとの関係性っていうのを作っていかない,いかんっていうことなので、えー、そういった面でいけばあ農家の方々が一番嫌だなと思うのはそのい一体どういうもので、えー、構成されているのかっていうのがあのこう疑問符がつくようなものはやっぱり嫌だっていうことだと思いますから。 ああの市民と言いましょうか住民の方々挙げて、えー、この生ごみはあ最終的には農家の方々の肥料になるっていうことも意識してごみ、えー、を出したりですねいう話をしていかないと結局はうまくいかなくなってしまうということがありますので、えー、そこをどういうふうにこう地域の関係性を作っていくかっていうのがあ極めて重要じゃないかなというふうに思っています。 はい、いありがとうございます。まあ、今の私たちもこちらでまさにこう地域の方ね先の分別実験というところもそれがどこにどうつながっていくのかそして農家の方にも気持ちよく使っていただいてそれがまた価値を持って循環するっていうそこまでをなんとか作り上げたいということであの頑張っているわけでただプロセスですので是非次年度以降もあの。 こういうふうにできましたという報告がしていけるように頑張りたいとは思っておりますが、酒、えー、井先生いかがでございましょうか。はい。あのえっ、ー、と同志社の方からあの効果大きい分野というあのー、発言をいただいたんで、あのー、心強くというかあのほっとしているという <laughs> ところなんです。あのーえー、なかなか、えー、先ほど導入自治体が九箇所というご紹介がございましたけれども。 まあ、あの民間ベースのものも一定数ありますから、まあ、それ入れても多分日本で今数百箇所あるかなしかぐらいだろうと思いますねでそれに対して、まあ、あの決してこういう時にあのヨーロッパの数値と比較するのがあのいいのかどうかというのはある、えー、かと思いますが例えばドイツで1万基以上のバイオガスプラントが動いているで人口規模があ日本はドイツの場合だと。 いうことを考えれば、えー、なぜこの差になっているかということはやっぱり冷静に本当に考えないといけないんだろうなというふうに思っています。で今あのー、2050年脱炭素の関係こうあのー、おっしゃっていただいたんであのー、そことの関係を考えていくとやはり今後の ゴム、えー、処理を考えていく特にあの中小のです、ね、地域の,あの施設のことを考えていく中では、えー、極めて大事なテーマの一つだなというふうに思っていますでそういった意味で慶北の方からもその第一歩が始まっているということをあの期待をしたいと思いますしあのその第一歩から次、まあ、第二段階第三段階 その規模を大きくしていくということはそれはそれでまた課題も抱えていくことになりますからあのそこを一つ一つクリアしていけるかというところで、えー、一つ最終の出口の対比の使用を考えるとやっぱりしっかりとあの由来ですね そもそも何由来したものかというのを相互信頼感を持って安心できる状況を地域で作っていけるか心はやっぱり極めて大事なところになりますからそのためにもまあこういうあのミニミニプラントですか <laughs> ミニミニからそういうあの情報発信をしていってやっていくというのはいい方向だろうなと思います。はい、で何よりあの対比もあのこの 20世紀社会はあのー、化学肥料、まあ、いわゆる化石資源に、えーえー、由来した肥料を作ってきたんですね。ここでも、まあ、ある意味、あのー、多くの温室効果ガスを背負ってますからそこもやばり脱却していかないということかいとならないと,いと考えると今やっておられる取り組みは本当にあのぜひ。 えー、頑張って、えー、育てていただきたいなというふうに思ってます。はい。はい、ありがとうございます。うん、本当にあの今小学校にも入らせていただいて、うん、あの授業の一環としてもあのゼロから一緒にあの考えていて。 あのまずゴミというものの見方がだいぶ子どもたちも変わってきたそれがあの家庭にも波及したらいいなと思います地域にも広がっていってもらいたいなと思ったりしますが上田さんはねこれを広めるのがもう使命みたいな感じで、はい、<laughs> 取り組んでおられますけどあの、まあ、今の多分あのお答えでちょっと勇気をもらってもらったなかと思いつつやっぱり現場にとかいろんな自治体の方と会われててこう何がハードルだなっていう。 とところかかってどう、はい、うな感じです,かそうです、ね、おっしゃるとおり、ちょっと自治体からのお仕事でその将来、この町にバイオガスプラントを導入するときにどれぐらい採算が合いそうかといった調査は何か所かでさせていただいたんですけれど、やっぱり採算を合わせるとなると、こうバイオガスプラントを建てるというところからゼロから始まるので、そしたら、 絶対そこに費用がかかってしまうので今まであった焼却施設をなくすとか更新するときになくすあるいはすごく小さくするってしないと採算ってあってこないんですけれど焼却施設をなくすっていうのはありえないとあの例えば災害があったときにあの もうそのね、木材とかたくさん出てきてしまうので、それを処理するのを隣の町に頼るわけにはいかないとか、あとは、まあ、生ごみ分別を市民にお願いするのはあの選択肢にサービスとしてありえないとか、うん、あの週3回燃やすごみを回収しているような町もあったんですが、それを2回に減らすことすらもうきっと反対に合うだろうとか、あ,のあるいはそういう市長の選挙の時にそんなことを提案すると、 選挙で負けてしまうといったことがハードルになってたので、もうやっぱりここはもうあの生ごみをリサイクルするぞとか、焼却処理を減らすぞという市長に投票する市民をいかに増やしていくかというところが重要なんかなという気がしています。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど、<laughs> ありがとうございま,すあのまあそういう意味ではあの土井さんももちろん高井先生も、まあ、地域循環共生権ということでいろいろと今あの積み上げて概念も積み上げ、えっと、モデル事業等も積み上げてきていただいているというふうにも認識しておりますけれども今のようなあの部分お悩み抱えてるあの人はすごく多いと思うんですけれどもこうそのあたり土井さんいかがでしょうかそうう、ですね。はい、あの、こう 焼却施設は当然寿命がありますので,で、これを建て替えるときにはその地域での大きな議論になります。それは例えばど,どこに作るかということから始まり、どういうタイプの処理施設を作るのか、でそれに合わせて収集なりはどうするのかというのは大きな議論になるので、その際にやはり選択肢としてこの生ゴミの処理というのもあの。 テーブルににせられるようにしてていいかないかなと思ってますで。その時にやはりあの、まあ、数は少ないと先ほど申し上げましたけども継続して、えー、行われている自治体もありますのでそこでの何、まあ、あのうんですかね、えー、とい,い,いいやり方っていいましょうかあのこういうふうに説得したとかあとはその対比の受け入れ先の農家さんとの関係をどういうふうに使っ作ったのかとかなどなどこう。 やっぱり共有してで、すねでそのいい取り組みを活用しながらあー住民、また役所を説得していくということからやっぱり始まるべきかなと思ってます。で、一例としてはその液費を、あのー、やっぱり使ってみましょうっていう農家さんあを見つけるのがやっぱり最初大変だと思うんですよ。でえー最えー、と今この瞬間例えば あの化学肥料とかです、ね、あの粒状のものを使っているのをこれ液に変えるとなると巻き方から、えー、時,時期からいろいろ変えないかい,いので,でそ,それがあの確実に効果があるとかあの言われがちゃんとしてるっていうんであればいいんですけど、えー、とそれをわざわざ試すのっていうところのハードルを超えてもらわないかんで、えー、そこをどういうふうにしていくのかであるとかあとその。 えとお米っていうのが非常に、まあ、あのいろんなところでは作ってるんですがそこに頼りすぎるとあの巻く時期がかなり限定されてしまうので、えー、あの例えば麦であるとか大豆であるとか他のそのせひする時期がずれてるもの の農家さんとも連携するとかいう形でいろいろ取り組みあると思いますのでそういったものを活用しながら前に進めるっていうのは重要だと思いますしまた環境省もそういった情報を集めて共有ができればなというふうに思っています以上です。 はい、いありがとうございますあの。本当にあのやっぱり農家さん、まあ、京北でもあの上田さんも一緒になってですね、えっと、協力してくださるところを集めていて、まあ、あのこちらは幸いにも、えっと、一番多分大きなあの農業法人である、えっと、先駆けさんというところが大変協力的なので、えー、もうあのこの春からトライアルしていこうということで、動きもありますし、えっと、またあの市街地の方の,あの、まあ、レストランさんが。 えっと、契約栽培でこれ一緒にトライアルしてくださろうというのにちょっと手を挙げていただいたので、えっと、そういうことす農園といいますかあのそういうのでやっていこうという動きが出始めてきましてあのこれで、まあ、地域の方にもあのしっかり、えっとまあ儲かるというかこういうことが評価されるんだっていうことが伝わっていったらいいなとあの考えてあの動いているところなんですけれどもあのおっしゃる通りまり、あ、これを機にあの逆にそのバイオガス化とセットで新しくハウス栽培を あの広げていってですね、価値の高より価値の高い農業にも一時できないかな,なんて。なあの坂井先生からも助言をいただきながら、進めていたりもいたします。あの坂井先生、どう、どうでしょうか。うん、いや、あのその地域で、あの一つ一つの、あの。どういうんですかね、えー。年間を作っていくということ。これ、あの個別、個別、あの。こう。 合意してそして作ってそしてちゃんと流してということこれ本当に大変なあのー、こう仕事だと思うんですでやはりあのそれをやって初めて地域で成立するという話ですからどっかがそれが途切れたいこれまでうまくできてこなかったというまあこういう えー、事例なんだろうなと思います、ねはい、だからそういう意味であの今あ、京北での取り組みが進行しつつあるということをぜひ、えー、成功に持っていってほしいと思いますしあの何よりも現時点で2050脱炭素との接点を考えると、 これは本当に非常に大切な地域資源のはずなんです。でその都市ガスどこから持ってきているかというと世界中から頂い,いているというこういう状況ですからそこを考えるとこれほど大事な資源を大事にしない手はないという意味で、えー、中長期的には。 あの極めて有望な、はい、お仕事のはずですのでぜひそこはあのなんか選挙行動に打って出ないと,、うん、と結構、うん、思い詰めるところまで現実を経験されてるんだなというのは、うん、<laughs> 隣に聞いて <laughs>、はい、ちょっと半分ショックなんですけれども、はい、あの決してまああの。 もちろんそれも一つの選択でしょうが <laughs> そうならないまでももっときい数はどんどん増えてくると思いますので、はい、ぜひ頑張って、まあ、間違ってたらごめんなさいね <laughs> <laughs> あの間違いなくきい風になると思いますからよろしくお願いしますはい。 生ゴミ分別するプラ分別するっていう人が勝つぐらいの状況であってもおかしくないというかねそっちに持っていきたいなとあのごめんなさいこれは個人的には <laughs> 考えておりますえっと実はのチャットでもですねチャットとか Q&A でもあのこれに関していっぱいいろんな質問が入っておりまして一つは、まあ、なぜあのドイツでは えそんなに多いのでしょうかという質問が来ておりますのであとでちょっとお答えいただけたらなというのとあとあのーまあ、今の話ともちょっと関連すると思うんですけれどもこれ上田さんからもお答えいただきたいんですが、まあ、結構その温めますよね、はい、今寒いのでそことのそのエネルギー収支というかバランスはどうなんでしょうかっていうような質問も来ておりますが、えっと、先生まずドイツといいますか海外の状況これはまあゴミの処理の あのそもそものこう歴史とかもあると思うんですけれども先生のご見解としてはどのような感じでしょうか、はい、あのしっかりと背景ちょっとスターで研究したわけではないのであのちょっと個人的な印象で、えー、答えさせていただきますけれどもあの基本的にやはり比料に対する親和性が結構やはりあの欧州社会というのは日本以上にあるんだろうなという。 あのー、結局、少し街を外れて、えー、ほのかないい香りというのは、まあ、欧州社会は当たり前なんですね、うんはい、そこをやはり、あのー、今の日本社会というのは、やはり非常に綺麗な社会を作ってきたというところが、まあ、あのいいもあるい味でするという意味ですけれども、うん、そこが一つあるんではないかということと、もう一つはやはり2000年以降は極めて政策誘導が。 ま強くあの働いているという気がしますね。あのやるこういう再生可能支援、再生可能エネルギーに対する社会全体のはいあの推進の考え方が極めて強くはい、うん、あの誘導してこられたというところかと思います。うん、はい。だからまそういう意味ではそこはあの。えー オイスコーガス問題というところもあれば、支援というそういう観点もあればというところだと思いますので、ま,あ、あのまさに日本、今、黎明期だと思いますので、この方向というのは。 どんどん強くなっていくんじゃないかと思ってますけど、うん、あの私も本当に海外に行った時のその匂いですよね <laughs> 普通にあるっていうかあとやっぱりこう畜産系というかそっちが多いっていうのもあるのかななんて思ったりはするんですけれども土井さんこの辺りその海外と比べてっていうところもだいぶねやっぱりあの環境省皆さん方ってのはかなり徹底して <laughs> 比較されてからいろんな。 あの法律作りとか制度作り考えておられると思いますけれども、まあ、もちろんあの海外が全てというわけではないとい坂井先生もおっしゃってましたが、あの海外を見てそれからま日本モデルとしてっていうところでい,いかがなあのお考えでしょうか。そうですね。あのコンポストで行けばあの幅広い用途に、えー、用いているなっていうのが印象としてありまして、でそれは当然その農家 あたさんに、えー、肥料として使ってもらうっていうのもそうなんですけど例えば公園であるとか街路樹とかでさらに言うとその石炭の露天掘りの採掘場跡を原状回復する時にもー堆肥をー1メートル以上使うとかですねあのいろんなところに活用しているっていうのがあるので、あの何、ー、ていうんですかねえっ、ー、と質的にもそれに応じた質のものをあの作って ででそれでもあの十分使いましょうっていう、まあ、社会的な合意があ,あるんだろうなと思います、ね。で翻、うん、って日本の場合はなかなかそういう、えー、と広がりが少ないし、えー、やはり農家さんかなりあの自分の農地を大切にするので、えー、あの成分的には問題ないものであったとしてもた、えー、とえ液肥は大丈夫だと思うんですけどその滑稽状の堆肥だとちょっとこうプラスチック が入ってると最終的には農地に少しずつこう。残ってくるので、そうするとすごくえっ、ー、と忌避感が強まるので、あのまだやっぱりヨーロッパに比べると用途が少ないんじゃないかなという風うに思いますね。うん、ありがとうございます。あと、まあこれからその環境省も脱炭素の文脈でも。まあアジアへのこう。発信するモデルみたいな。 お話もあるかと思うんですけれども、あのそういう意味ではね、木の環境さん、あの上田さんたちも海外でもバイオガス化のことも展開されてますよね。で、あの写真見せてもらったんで、インドネシアでしたかね、はい、本当に一家に1台じゃないけど、ミニバイオガス。一に1台という形で、うん、ちょっとすごい意識の高い町だったのかもしれないんですけれど、あの町内会のちょっと公民館みたいなところにバイオガスプラントがあの先ほどの。 あのミニミニバイオガスプラント程度の大きさなんですけれど置いてありましてあの生ごみを持ち寄ってでガスであの夜間の火を沸かすといったことをされてましたそれからあの塩ビの水道管のようなものをつなげてあの液火を使ってあの水耕栽培といったこともされていましたなので、まあ、もうあのすごく簡単な仕組みですのでもう全然こう先行投資なしであの自分で あの手作りで作れるっていうところもバイオガスプラントのメリットかなと思っています、うん、はいあの特にねあのやっぱりインドネシアなんかはあったかいんでね,そ,でねその後の地まにも関連しますけど、まあ、ほっといても <laughs> できるっていうそういう意味ではあの逆にアジアとの親和性って非常に高いのでこの日本で、ね、今からやるモデルも。 あの分別するっていうところさえちゃんとアジア各国もクリアできたらすごく広がりのあるものなのかなと逆にあのもっとコミュニティベースでいろんな展開ができるものなのかななんて思ったりもしておりますけれどもそれでいくとやっぱり日本でやると。 冬が、ね、寒いので、温めざるを得ないとで、先ほどのような質問になるわけですが、はいはい、今のところの国の機能環境さんとか、上田さんが見ているエネルギー収集問題は、どんな感じでしょうか。はい、まずあの、京北においてます、先ほどのミニミニバイオガスプラントでは、どうしても花温が必要なのと、まだ今、ガスが出ていませんが、あのガスがあのちゃんと出るようになっても、この冬は、 プラスですする必要がありますあの自分で出てきたバイオガスだけではちょっと冬は乗り切れなくって、えー、今現代のでは一番簡単な投げ込みヒーターということで電気であの温めてあの温めたお湯を発酵槽の周りに回しております。でもまあそれはやっぱりこの,あのせっかくのこの何て言うんでしょう あの脱炭素のための取り組みなのにあのそういうことをするのはと思いまして木ボイラーと太陽熱温水器も用意してますので、まあ、温める方法を3つ用意しておいてどれでもこう対応できるように、まあ、一番簡単なのが投げ込みヒーターなのでまずはそれで立ち上げてますがあの、まあ、カーボンゼロの温め方もありますので。 まあそれはクリアできていくかなと思っていますそれからあのこ,これは実験機ですがあの本格的なバイオガスプラントでも、えー、沖縄の方では冬も加温せずにあの発酵しているという事例を見たことがあります。で九州の事例では本当に冬の一時期がちょっとバイオガス,がバイオガスだけでの加温では足りなくてあの重油を使っているという事例を聞いたことがあります。 でももこれも結局、スケールメリット、あのス,ケール世代スケール次第であの1日20トンぐらいの生ごみを処理するというのが、まあ、事,業あの事業規模としては最低ラインなんですが1日100トンとかあの牛糞とかも受け入れるようになればその辺はもっとあの効率が良くなってくるので自分のガスだけでも十分回していけるようになると聞いています。 はい、いありがとうございます。まあ、今、その事業採算性のラインみたいな、ね、お話で、えっと、日量20トンぐらいあれば今の現状だったらいけるということなんですけれども、まあ、エネルギー収支もそれに多分あの似たような形ということで,ですね。このあたり先ほどのご質問でもその今はミニミニですけどどういう展開がありますかということで経、まあ、あ北においてはまずはミニミニで何があの生組ミ分別するということであったり あの地域の人にあのしっかり見てもらいながらやっていくつもりなんですけどまあそれをちょっと一桁二桁と。 上げていく。まあそのプロセス自体もあの皆様に見ていただけたらなというふうに思っております。あのまあこれちょっと先の話になります。で実はですねあのチャットの方にもありまして、京都はその大型の焼却炉の方にもバイオガス化施設が付随しているというふうに聞いてますがということでした。えこちらも酒井先生導入にあたってかなりあのプッシュされたかと思うんですけれども、ちょっとご紹介とあの見解お願いできたらと思います。 はいあのー、今ご紹介いただいており、えー、っと稼働があ四五年前ぐらいになりますかねはいあの京都の南製索工場の方に六十トン、うん、一日の処理量の、えー、乾式のおメタンガス発酵槽というのをあのー、設置を今年度もされておりますであのー、焼却とそれとバイオガスとを分離して持つことの えー、エネルギー的な収支、えー、そこは十分に合うというそういう見通しの中でこう進めていただいたこういうまああの施設ということになります。で何よりまああの先ほど質問の中でいいこと増えますよねというふうに言われたその一つ目の生ごみ自体が分離することでもって。えー の方がやりやりすすくななるんじゃないですか、はい、それはあの最初の施設からしっかりとデザインすればかなそうなるんですけども簡単にそれを右から左へというわけにはなかなかいかないというところは難しさがあるんですがちょうどまあ建て替えの時期だったんでそういう構想にされたらどうかということで決断をされた、うん、まあそれはやはりあの当時の設計された方あるいはその小道さんの英だったというふうに思ってます。であの もう1つの効果はあのー、ごみからやはりあの生ごみが別ルートに抜けることでもって、他のリサイクル性といったものは格段に上がるはずだというように、まあ、見ていたというのは、あの非常に大きな理由の1つですね。はいあのー、そういうい意味で、あのー えー、都市の今後の、はいあのー、資源循環の在り方あ、そのごみ処理の在り方ということの中では、えー、先ほど同志さんがあおっしゃっていただいたように、施設の更新時にやはりこのようなシステム設計をしっかりと一回検討してみるということは、それぞれの地域で今後なされていくべきでしょうし、何より あのこの都市のこういう基盤施設、一旦作ったらやっぱり寿命が極めて長いというんですが、先ほど2050年、すぐ目の前にいということになるんですね、ですからぜひ、そういう時にもあの検討をしてもらったらどうかなというふうに思っているところです、ね、ありがとうございます。 あのぜひあの京都の施設あの皆様一つ見てきたいただきたいと思いますけれどもただあの今はその生ごみとして分別しているわけではなくて、えーまあ、そのままといいますか燃やせるごみを入れているというちょっともったいない使い方かなと思ったりするんですけれど。 いわゆる結局混合収集ですね生ごみとそれ以外のごみ一緒に収集してそれを運んできてでそれをまた分けてというそういう工程で機械選別を入れて。 でまあ、機械選別入れてますから分けてる中に仮にリチウムイオン電池入ってたらまた大変なことになるというようなことがまあ日々起こってるというこういうことになってますのでやはり途中でちょっと話があった分別というのはやっぱり非常に大事なところだと思います。ーーのののの一つの大事なキーワードですけれどもその前段のやっぱ分別・選別選とというところが 極めて重要ですしあのこれは堆肥に対してのゴミ処理の,あの背負ってきた歴史というのは結構あの皆さん苦労をされてきてるんですね。あの日本もあの戦後一気に、えー、焼却路線に舵を切る前は。うん あのコンポストへの,の取り組みというのは大都市も相当やってるんです<ー>うん。ただそれは大都市でやってゴミの山ができて結局断念したというこういうことを歴史にしておってるそれからあとあのアジアの諸国も結構、あのー、焼却炉まで作るのは大変だと、うん、だからコンポストで行こうということでやり始めるんだけれども結局何もかもゴミで持ってきたものからそんないい退避できるはずないじゃないですか。うんうん だからそれにあったらチャレンジして失敗するということをずっとこう重ねてきてるわけです。うん、まあそういう中でまあ日本はあの焼却という方法を何とかいろんな問題あるにしてもこれまで来た。うん、ただそれではというところということがまあ今脱炭素に向けてえこうかあの与えられた課題ですからぜひ先ほどやっぱり分別のところは、うん。 でまあ、京都市も、まあ、あのできればあの次のステップ、ぜひ分別ごみを乾識、うん、の,の生ごみの発酵槽に入れてほしいというのは常々思っているところです。まあ、あまり言い過ぎると嫌がれるんで <laughs> <laughs> あの、ほどほどにはしてますけれども、当然そうはあるべきだと思いますね。はい、ありがとうございます あのまあ、そういう意味では今 K 北でもあの先日ねその、えっと、先生ご所属のアステムさんと、まあ、環境省のそれこそ支援を受けておられながらあのバイオマスプラスチック を使ったゴミ袋だとえっとそれに入れて分けて、そのまま開始の回収に持って行っていただけるということで、あのそういう回収実験なんかもやられてますので、本当にあの脱炭素に向けた大きな切り札になるのかなとあの思いながらあのお聞きしておりました。えっと土井さんもあのいかがでしょうか。あ、そうですね。1つあのこの京北ですごく面白いなと思ったのが、皆さん市民の方に集まっていただいて、あのこの事業をしますとでね。すごくプラントももしかしたらなんか来るかもしれないし、嫌がられるかなと思っていたら、あの結構あの。5年 先輩の方があの昔はみんな一家に1匹1匹1頭牛がいてたとですごく大切だったから農業にとっても大切だし、うん、でまずその牛が食べれるかどうかっていうのが。 一つこうゴ,ミをゴミというか、ねまあ、当時だったあれですけど、その台所から物を出すときの、あのーまあ、ルールというかであったと。あとはあの台所の下にちょっとこう水が流れていて、そこに鯉がいて、でそのご飯粒とかそのイにあって、ぷくぷく太っていって、でまあ、お祝いの席でそれが <laughs> 食べられるという、なんかそういうのがまだ生きてるというか残ってるんですね。ででもううやっぱりそういう見方で資源 を見てきたっていうのがあるので、今ならまだこうギリギリそういうこともあのあるのかなと思ってまして、先生のそのさっきのやっぱそういう昔は大都市もそういうトライアルをされてきたっていうことも含めて、あのいろんな意味でまあ、歴史を繰り返しのかもしれませんけど学べることもあるのかなとすごくちょっと感じたりもいたしました。あの道氏さんごめんなさいちょっとあのあの勝手な私的な話が入ってしまいましたが、今のお話一年お聞きになってあの何かあればお願いいたします。 やはりあの自分につながってるっていうことをそれぞれの人たちが感じられるかどうかっていうことだと思いますんで,で、えー、ごみを出す側にしてもこれがあ受け取る人たちがどういうものだと困っちゃうとかですねあのそっちの方がありがたいっていうのがやっぱ顔が見えればあそ,そんなひどいことは。 ししないいと言いましょうかあのちゃんとした話になると思うので、うん、えそういったつながりができるコミュニティなのかどうかっていうのがあの成功の鍵かなっていうのは思ってます。うん、で、えーまあ、大都市だとなかなか顔が見え、まあ、住んでても顔が見えないんですけどただやっぱりこの SDGs っていう新しい、えーまあえー、と活動と言いましょうか呼びかけ方。 というのが、やっぱ一つのきっかけになって、えー、若い方からあ含めてですね、えー、関心があるで、その一つとして資源循環というのは大きなあ項目なので、えー、新たなるチャンスかなというふうには思っていい、ます。はい、ありがとうございます。 あのまあ、これから酒、えっと、井先生が最初にあの挙げられました、えー、資源循環の工程表というところとも関連してくるところかと思います。ちょっと次の,あの質問が多分そのあたりを、えー、の話題になってくるかと思いますのでじゃあ一旦あの上田さんはここまでとさせていただきまして頑張りましょうこれから。ははいいいりましうあがとござありがとうございます。 えっと、では、ですね、次もあの京北でずっと活動をされている団体からお越しいただきました、えっと、少し活動の紹介もしていただきましてえ、質問をぶつけていただこうと思います。じゃあ、あの古谷さん、よろしくお願いいたしますす、はい、よろししくお願いしますじゃあ,あの、ちょっとまずですね、あの古谷さんの取り組みの,あの紹介も、えっと、いっぱいスライド用意していただいているんですが、頑張って、<laughs> 要点を、はい、お願いしたいと思いますので、でスライドの方を準備をお願いいたします。はい でちょっと紹介したスライドをそのまま流用してますので、ちょっと飛ばし飛ばしになってしまうと思います。ではよろしくお願いします。あの先日ながら、あのえっと、私ですね、NPO 法人森森協力隊に、えー、所属しています、古谷と申します。今回、ちょっと浅井先生の方からご依頼いただきまして、<laughs> えー、NPO の活動の紹介をということで、載せていただきました。であの早速、ご紹介させていただきますが、<laughs> 次お願いします。とまあ、も飛ばしていいただいて これも飛ばしていただいて、えー、まあ団体の概要なんですけれども、ここの京北地域でまあ活動してます、まあ、あの平たく言えばまあ森林ボランティアなんですけれども、まあえー、と杉とかまあヒノキの山が多いので、まあ、そこはちょっと荒れているということで、干ばつを主にしたまあ森林整備をしまして。でその <laughs> 干ば、えーえー、出た干伐つ材ですね、そのまま、えー、ほったらかしするのはもったいないということで、えー、と炭焼きをあのしております。で、えーと、その炭焼きで使っている釜もですね、えー、昔はあのたくさん京北の方で焼いてらっしゃったんですけれども、ま、今はもう、えー、どんどんなくなってしまって、う、ま、ちだけなってるんですけれども、そういった、えー、伝統的なちょっと土釜を使った、えー、釜で炭を焼いております。はい あとですね、森、え、林、ー、環境教育なんかにもちょっと力を入れてまして、はい、あと、まあ、子どもさんなんかをですね、自然体験活動で、えーまあえーややや、自然にちょっと馴染んでいただこうというような形で活動しています。じゃあ次、お願いします。K-OP、えーまあ、については先ほど先生ご紹介されてたので、これも飛ばしていただいて。 で、これもちょっと飛ばしていったりして、これも飛ばしてい,たいて、はいでえったりして、私どものまあ三つのスローガンということで、まあ先ほど簡単に説明しましたけれども。 えと森を一かすですね、活動として、えー、まあ森林保全していますと。で、えー、その森林保全に出た間伐材を一かすですね、活用するということで、積み上げをしておりましたで、えー、まあ森を使って育みましょうということで、えー、自然体験活動ですね。あの森の予稚園というあのものをちょっと取材しておりまして、えー、とお聞きのお、耳にしたことがある方いらっしゃるかもしれませんけれども、はい。 まあ、えーまあ、森を使った幼児教育なんかもしてみますと。じゃあ次お願いします。えっ、ー、とそうですね、あとまあ森、まあ一つずつこれから紹介させていただくんですけれども、まあ、森を生かす活動としまして、まあ、あの地域の知り合いの方なんかのね、あの3人もですね、えー、まあちょっと、えー、手がもう全然入ってないんで、あのー、ちょっと。 切ってよとか言われた場合にです、ね、ちょっと入らせていただいて、うんあの、間伐させていただいてます。まあ、と言いますと、素人なもんであの大きい木とかちょっと切れないんですけれども、まあ、あの手に負える範囲であの切らせていただいています。で、まあ、その切った木をですね、えー、90センチ、炭焼き用の短材にするように、まあ、90センチに切り揃えて搬、まあ、出させていただいています。 でまあすべ、えー、てのですね、まあ作業人力なんで、まあ非常に体力使う作業なんですけれども、まあ積み上がった単材、えー、ですね。例えば、ミルトアパリ、達成感に関わって、あの非常に気持ちよく作業させていただきます。じゃあ、次、ね、お願いします、あ。これはあの簡単に作業風景ですね。えー、まあ切り落とすバット風景だったりとか、まあ真ん中はもう切り出した単材ですね。まあそれを軽トラックに積んで運搬するというような感じがします。じゃあ、次、ね、 はい、で先ほど見ていただいた干ばつした端材ですね、それをまあ炭焼きをしています。でえー、とまあ最近はちょっと干ばつ剤も利用するようになってきて、あまり放置されることは減っているかもしれないんですけれども、まあ、それでも多分、一国にある干ばつ剤なんかは、まあ、搬出コストがかかるんで、そのまま。 あの、搬出されずですね、その場に放置、まあ、切り付け、サ番干ばつなんか言うんですけれども、そういった形で放置されることが多いです。で、まあ、放置される、た、干ばつ台なんかは、まあ、台風なんかで、え川に流れたりとかして、まあ、ちょっと災害を起こしたりとかですね、そういったこともありますので、まあ、これをなんとか使えないかということで、まあ、えー、炭焼きをさせていただいてますと。はい。じゃ次、お願いします。 これがうち、えー、で使っている土窯ですね、はいで。これはですね、まあ、あの実はこの後ろ側があの山の斜面になっていまして、そこにこう山の斜面を利用して、えー、つく、えー、座れる、作るというのが慶應君に伝わる伝統的スタイルらしいです。でまあ、もう実際もこういった形で焼いているというか、もうこういう窯を持っているというのはうちだけになっています。はい で、大体ですね、これが大体トラック3倍分ぐらいですね。90センチの丹材が、まあ、大体1トンぐらいですかね。はい。入れて焼きます。では次、お願いします。はい。で、こんな感じで、えー、最初ですね。あと、この一番左の方ですね。あの、<laughs> 薪をくべて、えー、一昼夜、あの、燃やします。 でえー、燃やして、まああの、規定の温度に、煙の温度を測るんですけど、まあ、規定の温度になったら、あの前のですね、よく別たところあの、閉じまして、小さい空気穴だけにしまして、まあ、大体1週間から10日ぐらいですね、えー、焼きます。でそこから、まあ、完全に空気穴を閉じて、まあ、そこから、まあ、ちょっと冷まさないと。 あの出せませんので、まあ、何の日から十日ぐらいかけて、まあえー、日が消えるのを待って温度が下がるのを待って出しますで次お願いしますで、まあ、あの窯が冷めたら、まあ、開けてです、ね、取り出すとでそれを、まあ、取り出したものをまた手のこで,です、ねあのー、使っていただけるように小さくカットして袋詰めをするとで、まあ、終わった,ったらこんな感じで真っ黒になるというような感じで、まあ、ちょっと前時代的な解説で 作業の方しております。じゃあ次お願いします。でえまあ、焼き上がった炭なんですけれども実はですね。あまり炭で新葉樹で炭っつうのはあの焼かなくてですね。そうって言いますのも、あのすぐま燃えてしまうんです。でまあ、一般的に。 でまあ、アテスミっていうのは大体広葉樹が多くてですね、まあ、燃焼時間が長かったりとか火力が強いからまあ使っていらっしゃるんですけれども、まあ、うちの使ってる作ってるこの炭、えー、ですねイテモリモリの炭という名前をつけて販売させてもらってるんですけれども新葉、まあ、樹ならではの特徴で、まあ、着火がしやすいと。 まあ火がつきやすい。でえー、と土窯で丁寧に焼き上がってるんで、まあ、不純物が少なくてですね、まあ、炭に火つけた時に嫌な臭いや煙が少ないということで、まあ、バーベキューなんかしていただくときには、すごい扱いやすいです、ね。なんで えーまあ、燃焼時間も雇用時より、えー、短いですけども、まあ、バーベキューするぐらいでしたらもう全然あの、持ちますので、まあまあ、そういった形であのバーベキュー用途として、まあ、地元の、えー、こちらでしたらうつきお公園さんとかです、ねえー、スチールの森さんなんかで取り扱っていただいて、まあ、地産地消の型の積み、まあ、としてあの使っていただいています、はい、じゃあ次、お願いします。 でえっと、この炭使ってですね、一応あの啓発、えーまあ、CO2 の削減の啓発をちょっと取り組んでましてで、えーっとね、炭マイレージっていう考え方って書いてあるんですけど、まあ、あの造語でわれわれがちょっと勝手につけておるんですけれども、まあ、大体皆さん使ってらっしゃる、えー、バーベキューとかで使ってらっしゃる炭って、ホームセンターとかでお買い求めになられてるかと思うんですけれども、まあ 大体あの輸入されているマングローブの、えー、木炭だったりとかですねあの、するかと思うんです。で、えー、まあ、言ったらですね、まあ、ウッドマイレとかフードマイレと同じように、まあ、あの輸入するときにかかるです、ね、環境負荷を、まあ、すべても輸入しているだろうということで、で同じように捉えて、まああのまあ、輸入している木炭をです、ねまあ、国産に変える、ひ、まあ、いてはこの地産地消の 森りの隅に変えてもらったら CO2 の削減ができますよっていうような形で、まあえー、ちょっと皆さんに考えていただこうというきっかけ作りになればという形で、こういった形であの展開をさせてもらっています。じゃ次お願いします。でちょっと待って、前みそなんですけれども、えー、と2018年ですね、ちょっと京都環境省の 市民活動っというのをちょっとうちの,この活動が取り上げられまして、あのい,ていただくことができましたということで、はい、お願いしますであとですね、まあ、炭を使った CO2 削減の啓発活動として、えーと、4パーミルイニシアチブということばをお聞きになられた。 いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、どうしてもやっぱ炭もあの燃やしてしまうと塩水出ますんで、まあ、なんとかならんかとあとまあ燃やした後、えー、じゃあ炭を焼いた後です、ね、どうしてもあの土釜の下の方にあの粉炭であったりとかですね、えー、細かい炭が残って消費、まあ、にならない炭が出ますんで、まあ、これもちょっともったいないなということで今までは私たちの持ってる えー、小さな畑の中に入れて使ってたんですけれども、まあ、これもちょっと、えー、一つのツールとして使えるんじゃねえかということで、まあ、去年から、まあ、てやってるんですけれども。 まあ、ホーパーメルイニシアチブとはまあ何ぞやということで、まあ、読んでいただいたらまあこの通りなんですけれども、まあ、あの世界中のです、ね、土壌に存在する炭素の量を毎年0.4%ずつ増やすことができれば、まあ、大気の CO2 の増加量をゼロにすることができるかもしれないというような考え方で、えー、と2015年に COP21 でまあフランス政府がまあ提唱した国際的な取り組みになるようです。はい で、まあ、言うなれば、燃やさずに土に入れてしまって、炭素を固定しようというような取り組みです。はい。じゃ次、お願いします。はい、先ほどちょっと申し上げたように、まあ、土壌改良材として使っていただくことで、炭素が固定できますよということになりますね。はい。じゃ次、お願いします。一応ですね、まあ、これも、あの、えー、そこの、 えと向かいのですね、えー、ウッディ京北さんなんかで、こういったちょっとポップをつけて、あのまあ、主にまあ家庭用であの販売させていただいていますで、まあ。手に取っていただいた方にちょっとでもあの環境問題に考えて、ちょっときっかけにしていただければというような、まあ、小さなプリプリをさせていただいています。じゃあ次、お願いします。これは、まあ、森を、まあ、整備すれば、<laughs> 整備をして、その間伐材を有効に使ったら、またこう、整備に,、えー、に、の方にあのうまく循環するよねっていうようなことが書いてありますね。はい。じゃ次、お願いします。で、最後ですね、あのま森で育む活動として、えー、っとですね、えー、森森 <coughs> 協力隊としてはあの、えーっと、森の幼稚園というのを主催しておりまして、はい。そういったあ次、お願いします。 でまああのー、自然の中で,です、ねまあ、幼児教育を行う運動とか団体を、まあ、指すんですけれども、森の幼稚園というのは。はいまあえー、と実はまあ認可されてたりとか、非認可でやっている、まあ、保育園とはちょっとまあ違うんですけれども、まあ、自然体験活動をまあ特に行うような団体として、うちの方は活動しております。次、お願いします。まあ、うちの方ののあ狙いとしては、まあ、こういった形で。あのー でやっております。でえーとまあ、通年でやってらっしゃるところもあるんですけれども、えー、とうちの方はまあ3歳からまあ小学校3年生までで、まあ、夏休み、冬休みとか春休みとかの、まあ、長期休みの時のだけやらせていただいてます。まあ、夏は1泊2日でキャンプを泣かしたりとかもしています。はい、じゃあ次お願いします。まあ、これはもうずっと赤字の <coughs> あの紹介の。 写真ですね。あ夏なんかはみんな川で遊んだりとか、まあ、魚を撮ったりとか、あと真ん中の下の方なんかは、ちょっとうちでやってる畑で、えー、撮れたものをこのまあ右の写真を今自分たちで調理して食べたりとかなんかもしてます。で、一番左の下の方は、ちょっとキノコも作ってたりとかしますので、まあ、そのキノコ収穫して、まあ、同じようにあの右の写真で,で、まあ、の調理して食べたりとか、まあ、食育なんかにつながればいいなっていうような形でやってます。 次、お願いします。これもあの <coughs> 活動の写真ですね、まあ。虫撮ったりとかですね。えーまあえー、左下なんか、自然物使って工作したりとか、まあ、木工したりとか、あと、まあ、えー、番右の下なんかは焚き火とかですね。自分でまあ火をつけて焚き火したりとか、まあ、なかなか街ではできないような、えー、ことをしてもらっています。じゃ次、お願いします。 でまあ、あの森のチェーンも、親子参加ができる活動ということで、えー、と毎年一回、ちょっとお,、えー、お米作り体験なんかもやっています。こんな感じで、まあ、手上からして、えーまあ、手刈りで、えー、買って、でまあ、これはデモンストレーションみたいなものなんですけど、一番右のはもう足踏みの脱穀機なんか使って、昔はこんなのやってたんだよみたいな感じであの体験してもらったりします。はい、じゃあ次、お願いします。 でまあ、今、やっていたのイベントとはまた別なんですけれども、まあえー、町の人たちにちょっと山とかですね、自然に、えー、触れてもらおうということで、まあ、のトレッキング、まあ、京北の山をご案内させてもらうイベントですね、主催したりとか、まあ、あと単発で、まあ、釣り歴史やんか去年一昨年か作りました。まあえーとこのえー 材料の一部はもう山で自分らで、あの、にある手すりなんですけれども、まあ、山に行ってみんなで切ってきて、まあ、左の写真のように馬に乗せて、皮を削ってとか、まあそういった形でちょっと、まあ、自然に親しんでもらおうということでやりました。次お願いします。で、えっ、ー、と、一応ですね、今まであのご紹介させていただいた 活動の中とはちょっとまた別なんですけれども、もう京都市あのえっ、ー、と京北森林公園という、えー、京北にある公園があるんですけれども、そこのまの指定管理としてあのえっ、ー、と運営の方もさせていただいてます。まあ、バーベキューができたりとか、えー、手作りのピアがやっていたりとか。 流しそうめんができたりとか、ちょっと他ではないんですけれども下の方はきのこを栽培してますんできのこ狩りができたりとかっていうことであの町の人たちにも利用していただいてます。 でまあ、その他の取り組みとしてはですね、えー、とまあ立命館大学さんなんかとちょっと共同で、えー、と前回はあの、えー、落ち葉ですね、えー、キャンパス内に出る落ち葉で堆肥を作るっていうのをやったりとかですね、これ、タヒロンっていうんですけど、この緑のやつ、まあ、そこに落ち葉を入れて、えー、と真ん中の下のようにあの、時々、天地返ししたりとか、ゴロゴロして、あの空気を入れたり。 とあの普通に対比を作るより早くできるというのであのすごい優れもののやつなんですけれどもそういうのを購入してやったりなんかしました。実はちょっと東京大学さんも同じようにやってらっしゃるんですけれどもこの数はですねちょっと何個か忘れたんですけれども、えー、っと1個多いらしいです。これなので日本の大学の中では日本一の数が多くやってるっていうふうにあのそこの背中の 事務方の偉いさんなんですけれども、まあ、偉い自慢してました。ではいじゃあはい、次お願いします。でまあ、あとの、まあ、その他の取り組みで、まあえー、と生ゴミ、先ほどもコンポストのというお話していますけれども、うちの方も時々あのワークショップをやったりなんかもしています、はいで。これに使っている機材なんかは、大体いいピートモスとか使ってらっしゃるところが多いと思うんですけれども、もう腐葉土を使って。 たりとかしてまあ身近なところで手に入るものでできますよということであのしております。じゃあ次、お願いします。で、すみません。で、一応ですね、あの、えー、たくの次っていきますかね。はい。で、一応、うちのあの活動はもう SDGs の、まあ、えー、の目標の中に、まあ、どれが当たるかみたいな話 が最後にちょっとさせていただきたいのですけれども、じゃあ次お願いします。はい。もうこの辺はもう皆さんご存知なんですね、飛ばしますか。次。はい、でもうちの,、まああの活動は、まあ、こういった活動が当てはまりますよということですね。はい。じゃあ次お願いします。はいまあ、これもそうですね。はい。で、えっ、ー、と、これな、まあ、ストラップを作っ して SDGs の理解と、まあ、普及促進なんかもやってましてこの実は、えー、とガラスを、えー、と並自分で並べてもらうんですけれどもこのガラスなんかもあのこちらの京北で、えー、活動されてるあのステンドグラスの作家さんでから出る廃材使ってます。<laughs> <laughs> 祭りが祭りのジョン・グランプとう<会話>にざの,の資源いうところでませ 活動に紐づきながらちょっとあの問答していけたらなと思いますけれども、えー、今日は素敵な質問の方も用意していただいておりますのでちょっとそちらのスライドも見ていただいて、えー、とご質問の方も投げかけていただけたらなと思っております、はい、ということでちょっとあのぜひ質問スライドの方を、えー、お願いいたします、えーねまあ、あのはいこちらですねはい、では うちの,うちのちょっと団体の話とは全然違うんですけれども、まあ、日頃はちょっと私が感じたんですけれども、まあもうえっと、ゴミを捨てるときに非常にプラスチックのゴミが多いなというのは感じてまして、でまあ、そもそもちょっとお店で出ると手に取るもののプラスチックの量がもう半端ないと。 手に取,ら取ったものにプラスチックがついてないっていうのがないものを探す方がちょっと <laughs> 難しいんじゃないかってぐらいだなっていうふうにずっと感じたんですけど、まあ、ちょうど、えー、と3 4日か5日ぐらい前ですね、ちょっとニュースで、あのー、サーキュラーエノコノミーの考え方に基づいて、ね、ダブルダルクジャパンですか、があの大手企業っていうのはプラスチックサーキュラーチャレンジ 2025という取り組みを始めたというニュースを見まして、でまあ、ちょっと短いに循環を意識するような取り組みが出てきたなというふうにちょっと感じたんです。でまあ、もっともっと身近に感じていけるようになっていくんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、この日本におけるです、ね、サーキュラーエコノミーの今後の展望なんかをちょっと。 ご説明といいますか、ね、教えていただけたらなと思います。今日、ご質問させていただきたいです。はい、いすはい。ありがとうございます。まあ、サーキュラーエコノミー,、えー、循環経済と言っていいのかと思いますけれども、あのこちらはまさにあの資源循環の,その工程表作りとも関連するのかなと思いながら伺っておりました。えっと、多分あのこの辺り、えー 単語としては聞いて知っていてもあのご存じないまだしっくりきていない今までとどう違うんだろうって思っておられる方も多いんじゃないかなと思ってます。えー、ぜひぜひちょっとあのまずはその、えー、循環型社会構築ということとこの循環経済との、まあ、関係性といいますかあの現状も含めて、えー、今日はちょっとすっきりできたらなと思っておりますので酒井先生土井さんからあのご解説いただきたいなと思います。 とどちらから行きましょうか。井先生に指名権がございますが、じゃあこれちょっと私の方から、はい、お願いいたします。はい、はい。あのー、現時点で、あのスッキリという状況には全くないと思います。<laughs> はい。あの循、ー、環、えー、経済にという言葉に対しての、えー、明確な 国内的な定義とかそれからそれに対する融意している皆さんのイメージとかこれはもう相当に違う状況だろうというふうに思います。で、えー、ただ、あのー、国際的にはやはりあの2015年に、あのー、欧州社会の方からあこのお今回の工程表ということに近いイルカ経済概念が、まああのー、しっかりと。 提案をされてきてでその後それぞれの個別のリサイクルというところを相当骨太に政策を作ってこられた特に2018年段階でプラスチック素材に取り組まれたという、まあ、こういう経緯があるところでまあのある意味やはり、えー、経済を この循環構造にやはり変えていくということでもって資源的な観点環境的な観点が全て盛り込まれ始めたという、まあ、こういう。 対象だろうというふうに思っています。で、あのー、すっきりしないというふうに申し上げたのは。あのー、日本は、あ、0 0年に、えー、住家会社が形成する新基本法という、まあ、いわゆる住家基本法という話、えー、形で。 えー、基本法を作られた時に循環型社会概念を前面に出されたんですねでその段階では循環経済という言葉は使ってられないんです、はい、でよく考えると,、えー、と循環経済というのは循環型社会の中のある意味ではあのー、パーツであるという見方をまあ私しておりましてですね、えー、しっかりと循環型社会の中で経済考えてきたじゃないかと。 例えばあの、えー、循環や基本法に基づく循環基本計画あの3つのマクロ収容ってありますよね、えー、資源生産性と循環利用率と、それから最終処分量というこの3つの主要を国レベルで、えー、モニタリングをしてで、それで達成度を測っていきましょうという、こういうその循環あ資源生産性というのは、えー、分子に GDP。 いわゆる経済活動量があってで分、あの分母の方に天然資源投入量がある。だから1トンあたりでいくらの経済価値を抱かという。こういう指標で見てるわけです。けれども、その指標を導入の時にも相当なあのある意味、あの悩みながらこの指標を導入したわけですね。あの分子の gdp がそれでいいのかと。本来、そこはもう少し、えー、日本全体の。 ある種の国民の福祉量的な使用で、えー、本来捉えるべきではないんではないかけ、そこが経済価値というのはおかしいと、こういう,こう、えー、論じを払える方もおられたわけです。はい、ということを考えていくと、すでに、まあ、しっかりと日本考えてきたじゃないかというの目で、まあ、あのお付き合いを始めてるんですが、まあ、はたまたよく考えると、やっぱり相当にやっぱ考えねばならないこと、たくさんあるなと。 いうのに今改めて気がついて今、土井さんの方と本格的な議論のステージに入らせていただいているというところですのでだいぶ今後、しっかりと概念からそして次の一手そしてそのあと次の一手の後のもう少し大きな社会としての枠組み を考えていくべき時期に来ているかなというふうには思っています、ね、まあその段階ではあの <laughs>、えー、アサリ先生の方でコーディネートいただくようなワークショップも非常に大事な場合になるかと思いますので あの多分初めてだと思いますね、パブリックコンサルテーションというような形を、制度を考える前に導入されるというのは、はい、あのいわゆるパブリックコメントは求められることありましたけども、パブリックコンサルテーションを求めるというのは、多分今回初めてだと思いますので、えー、そういった意味で3月の、ね、コンサルテーションから、その後、あのぐーっと議論を。 えー、深めさせていただきた,たいと思ってますが土井、うん、さんそ,そんなのようなことは申し上げていいんですかねはいあの <laughs> おっしゃるとおりです。で、はい、あの,で <laughs> であの今ご発表いただいた中で非常にあの私も注目してますのがバイオスミの部分でありましてで、えー、これは2年前にですね、えー、温暖化の世界でいくとその J クレジットっていう 削減のカウントをする仕組みがありますがそれに位置づけられたということで、えー、あの炭を、まあ、あの土壌解除剤などなどに使っていくっていうのは、えー、非常に、えー、<laughs> 期待している部分でございますあのそういった活動をされているということにあの心強く思いました。あとあのプラスティックッにつきましては あの2面あると思ってまして、えー、と先ほど質問の中でもお話ありましたけどもこうさ触るもの全てにプラスチックがこうくっついてるっていう話でまあ、さしくその通りなんですけど、えー、とそれはな,なぜかと考えるとまずそのプラスチックっていう素材自体が非常に安価でしかもこうい,いろんな機能が持っていて、えー、便利だっていうことだと思うのでついついその例えば保存性を上げるとか あいろんなことを考えるとついプラスチックを選択してしまうってそう,そういう、まあ、ある意味便利な素材だっていうこともあるんですけど、えー、一方で逆に言うとまああんまり考えなしにですねどんどん使っちゃってるっていうのが現状だと思ってますんであのプラスチックをゼロにすればっていう話ではもうないですしかといって今での現状がいいっていう話でもないので、えー、せっか せのその化石燃料から作って、えー、いろいろな機能を持っているという大切な資源を必要なところに必要な分だけ使うということに見直していくというのがまず第一歩だと思っていますのでそういったことができるように促すというのがあの今回のプラスティックの資源循環法だと思っています。でえー じゃあその循環経済というものとの関係がどうなるのかということなんですがあのまだまだ議論中だというのは先ほど酒井先生からお話あったとおりなんですが一つその事例としてこう、えっと、期待してますのが質問の中でも書いていただいたように大手の企業さんが WWF とアライアンスを組んで具体的な 目標行動を掲げて前に進むっていうことを始めておられてでその中で、えー、非常に分かりやすいのが、あのー、ペットボトルだと思うんですね。でペットボトルについては今はあの回収率も高いですしリサイクル率も高いんですけどただその、えー、これまでのリサイクルのこう 行き先っていうのはボトルに戻ってくるっていうよりは別の用途に使われていた繊維であるとか卵パックであるとかそういうところに使われていたのが主流なのでどちらかというとこうまあ、えー、とリサイクルも含めると一歩通行というかワンウェイに近い流れだったんですがそれではいけないということで多くの飲料メーカーさんがボトルトゥーボトルっていうものを 始めてますでそういうためにいくとこう、まあ、ガラス瓶とかですねと一緒で、えー、ペットボトルを使ってもう一度その原材料として、えー、リサイクルに回すということにあのチャレンジしますということを言われてます。でこれが何がいいかっていうと自分が売る製品の容器にリサイクル品を使うっていうことですので。 えーまあ、当然その品質その他っていうのも自分でコントロールしあのする話になってきますからあー、まあ、日本はもうそういうことはぜあの徹底してますけど例えば無色透明なボトルでないものが混じってくるとその非常に処理が難しくなってくるなどなどやっぱりリサイクルしやすいとか集めやすいとかあいろんなことを考えてボトル を選択していくっていう話になってきますから自分ごとになるっていうことが非常に大きなことだと思いますので今後こういった取り組みがプラスチック資源循環法の中の環境配慮設計を求めますっていう中の大きな効果を上げる要因になってくるというふうに思ってます。でもう一つは、えー、と経営の中で 環境というのがその位置配慮事項とかその CSR 的に行うっていうものではなくて経営そのものの中に入っていってるっていうことだと思うんです。でそれはもう例えば原材料をどういうふうに調達するかとかそれが調達できるのかなども含めてもうあの配慮する事項じゃなくなってきている。 いいうことだとだ思いますし、でそれをこうあの考える際のいろんなデータっていうのも取れるようになってきてるので、えー、今まさにそれができるっていうことだと思うんです。で、えー、例えばありとあらゆる無駄を省いていくっていうのも経営上はひ非常に重要なわけなんですけども無駄なものは作らない無駄なものは在庫しないっていうことだと思うんですがそれがあのできる。 ツールができてきているということだと思いますので経営上の無駄も省かれますし資源としての無駄っていうのもなくなってくる世界が実現できるっていうことだと思いますのでこれがさらに加速化させられる世の中になってきていると思いますのでこれを工程表なりの議論でぜひ深めていきたいというふうに思っています。以上です はい、ありがとうございます。あの、酒井先生、まだまだ言い足りないかと思います。ちなみに、あの古谷さん的に、まああの、ニュース聞かれてとか、そのまあ、日頃の、ね、暮らしとか活動とかでいろいろ考えておられると思うんですけど、なんかサーキュラーエコノミーっていう,こうイメージってどんなものですか <laughs> いやー、もう全然どちら、ね、<laughs> も食べら今回そのニュース見てちょっと調べたりとかしたぐらいで、もともとやっぱり、 えー、放送してる原材料とかね、考えるっていうのはすごいあの、うん、やってたんかなと思ってたんですけど、うん、実はそうじゃなかったんやけ今のお話、うん、聞かせていただいてもうちょっとそこも、えー、全然無知やったなっていう気はしましたね。まあやっぱりでも,もうやっぱ一人一人がもうどうすることもちょっとできないぐらいの量になってきてるっていうふうに思いますのでまあ 国であったりとか行政だったりとかが、まあ、こういう方針でいくんだみたいなのがあれば、こちらもちょっとあの、えー、頑張ってみようかなという,う気はちょっとします。はい、ありがとうございます。 あのまあ、法律もそうですし今の,あの、まあ、これからのロードマップの中で一定の方向性はあの多分示されてくるのかなと思う一方でやっぱりあの市民の私たち自身が、まあ、今まで当たり前と思ってたことが、まあ、当たり前ではなくなっていく、まあ、それが、ね、できるだけあのみんな一緒に積極的にその方向を、まあ、受け入れてあのそんな中でもより快適な 先ほ酒井先生の方からもその GDP だけでいいのかっていう話の中で多分ああのまあ、よくあの、えー、とブータンとかで言われるようなね,うね、うん、あの幸福度とか、うんまあ、コミュニティの満足度とかそういう指標もまた改めて見ていく、うんまあ、その先にこうなんか幸せなサーキュラーエコノミーの世界があったらいいなぁとあの思いながら伺っておりました酒井先生いかがでしょうか。うん、これからああのまあ 私もワークショップなんかも入らせていただいて皆さんにいろんな本や翻訳というか専門用語の翻訳もしながらあのやっていきたいなと思うんですけれどもこう先生としてこの間ずっとあの、まあ、何十年か見てこられて。 えっと、私的にはですね、学生の時にこにいろいろ活動を始めて、えっと、まさかここまで脱炭素とかサーキュエコノミーってこうなると思ってなかったので,、はいでね、逆にすごいラ,ラッキーって言ったんですけれど <laughs>、うん、あの時代のこう変換期にあれあのいることができてすごく幸せだなと思っているんですがあの先生、逆にいろんな政策のアドバイスをしないといけないプレッシャーを <laughs> 受けながらだと思うんですけれども、ぜひ <laughs>、うんはい、若い人いろんな方々に向けてのなんかメッセージをいただけたらなと思うんですが。はい あのー、この循環経済に対峙する言葉って考えあのよく言われてるのが、あのー、リニアーエコノミー整形経済っていう言葉が使われてるでそれは経済学の中でも学術的にそういうことを検討されてる、まあ、いわゆる理論的な。あのー 学術研究されてる方俺でそういう世界がしっかりとある意味で,できてくること自身がやっぱり非常に大事なことであると同時に逆にあの世の中への,こうあのアウトプットということで考えていくとやっぱりあの政策であり技術でありというようなあるんであと我々の暮らしですかねそういうところとの関係になっていくということを考えればその出方も結構大事ですねだからそういう意味で えー、概念整理とそれとやはり次の目の前の,あの、えー、アクション政策というのが一体何にどう優先をさせながらどういうところをゴールにしてやっていくかというところを。 本当に描かねばならないというふうに、まあ、そういう意味では環境のが主流化ということにな、まあ、これは先ほど、同社の方からも経、OK、営そのものだという、そういうご紹介ございましたが、そういう主流化された時っていうのは、あの、もっと、こう、アウトプットが鋭く問われるというか、それに対する責任も非常に重いなという、 まああのー、この時代で幸せだったというのが朝利先生の今の <laughs> ご感想でしたけれども、あのーまあ、幸せ以上にやっぱり、うん、簡単でないなで申し訳ないなというふうには思いも結構、うん、ある意味本当に贅沢な時代を過ごしてしまったと。で、あのー、よくあのカーボンバジェットと言われますとね特に残余炭素予算というか。 今の温室効果ガース排出続,続けてあと1 5 °まで何年もつんだというようなそういう、えー、RPCC の試算を拝見するともう本当に真っただしい、はい、であと本当それは5年10年だと言われて今までの5年10年何してたんだとあるいは2030年本当に何を貪ってきたんだということを考えると。 本当ににちちょっとと辛いなといななう気持るる部分があるんですだからそう考えるとあの今本当に、えー、議論させて始めてやらせていただいている工程表っていうのは本当に、まあ、あのラストチャンスにならなければいいなという少々の誤りであったとしてもまた振り返る時期が来ていただきたいなというふうに思いながら。うん 付き合いまててもらってます、はい、<laughs> ありがとうございます。はい、あの本当にそういうい意味では えっと幸せだったなと思っているのはまあ本当全員がプレイヤーにならないとこれ解決しないので,いで,であのそういう意味でこう誰かにお任せじゃなくってあの私もできることがあるっていう意味でなんかすごくワクワク,ワクと言いますかはいしてますし逆にあの慶北なんかであの若いあの小学生とかみんな見てるとすごくあいけるなって思うんですよね。うんうん、そういうういい意味でであのみんなでこう社会変えていく あの、そういう時代が来たんだなっていうふうに感じております。えっ、ー、と、もうだいぶ時間が来てしまいまして、あと一分になってしまいました。すみません。あの、土井さん、最後一言いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今お話しあったように、あの、自分事と,というか、自分の問題として。えー、それぞれ、えー、考えるっていうことが非常に重要だと思いますし。えー、それができる、あの、いろんなすがあると思いますので。 それにに非常に期待したいと思ってますあの離島の高校生2人がですね、えー、制服のお下がりをやり取りするアプリケーションを自分で、えー、クラウドファンディングでお金集めて、うん、スマホで作っちゃって実際にあの稼働してるとかっていうのが普通に行われてるので、えー、私なんかも全然思いもよらないことがど,どんどん世の中に出てくるので。 そういった面でいくと非常に期待をしております。はい、ありがとうございます。あの堺先生も最後一言。はい。かかが。はい。あの先ほどちょっと少しちょっと失礼なこと言ったなと思って。本当本当あなたがあの堺先生がやろうとしたこと、またやってこられたこと、そこがあのまさに主流化しているというそういう意味で。 えー、申し上げるとますますワクワクしてやっていただきたいと思うし、はい、だからそこは無自信持ってやっていただきたいというふうに思ってますであのそれをあの少しなりとも支えていきたいというふうに思ってる気持ちに変わりありませんのでどうぞよ,よろしくやってください。ありがとうございますあの、まあ、私のみならずあの 地道にやっておられる皆様へのエールかなというふうに思いますので、はい、今後ともあのよろしくお願いいたします。えっとでは、視聴されている皆さん、本当にあの活発なえっチャットへの書き込みもありがとうございます。あの今後の問答にまたつなげていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、あのゲストの酒井先生、土井さん、そして質問いただいた皆様、本当にありがとうございました。 ありがとうございました。はい、えっと。ありがとうございます。ますえっと、では、ちょっと軽く、あの、時間以降の問答のご紹介もして、えー、本日は終わりたいと思います。えー、今回ですね、あの、実は、はい、えっと、前にちょっとありますかね。あ、もうなかったですか。 お今ですね、あのー、前回あの、モンドに出ていただきました、高槻博先生の特別展、あのこちら、コトスでやっております、えー。3月末、もうちょっとやるかもしれませんので、あのぜひ足を運びください。次、お願いいたします。 はい。そしてですね、3月7日から13日は、なんと毎日 SDS 問答ということで、ちょっと疲れてしまうかもしれませんけれども、あの、ぜひぜひご参加いただきたいと思います。えー、初日は、えー、トラウデン直美さんということで、あの、京都出身なんですよね。で、環境省の SDGs 大使もされてまして、えー、プラスチックの今の新報の PR もされています。えー、実はここに来ていただきます。 あの、一日、えと、今年館長ということで活躍いただく予定ですので、あの、京都の方特に、あの、ぜひこちらにもお越しいただけたらと思います、えー。それ以降も大変豪華な、あの、セッションを予定しております。えー、10日なんかは万博科学技術ということで、えー、万博2025年ということですので、えー、それもロードマップに、あの、今年でもいろいろ取り組んでいこうということで、えー、そのキックオフも兼ねた会員になっておりますし、 先ほど申し上げましたプラスチックに関しては11日、えー、そしてそれとも連動しますアップサイクルに関しては13日ということでのセッションもございます。次お願いいたします。えー、それから、えー、この、えー、京都の巡、まあえー、るシリーズの問答というところでは、 えー、来月は3月26日ということで、えー、こちらは、えー、元京都大学総長でもあられて地震の対価そして、えー、俳人ですね俳句の、えー、でも有名な小池和夫先生と、まあ、この、えー、一連の問答を振り返っていきたいというふうに思っておりますあのこちらにもぜひご参加いただければと思いますということであの盛りだくさん今後も盛りだくさんですけれどもあの張り切っていきたいと思いますのであの皆様年度末お忙しいところですけれどぜひお付き合いいただければと思います それではあの以上をもちましてえ本日のスジズモンド終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。